まずはエンサイド注目ロロ、どうしても長谷川さん佐々木仁の久しぶりのこのと思えないです。左サイドよく日本人選手もらってましたからね、イニングも重要ですからね。ノイナイのこの左のいいパンチ打ってません、ね、ノイナイガシッツも佐々木仁がガードをタック、ここでは止まれません佐々木仁ボディです。ただ今日の相手が簡単な相手ではありません。ボディボディ上上ノイナイ、そしてフッカーブベルトラインでしたかね。ウトウェルでカット固めて思いっきりつかずワンツー、まあ、パンチのスピードもありますね。左はでも怖いですね。はい、どうぞ。ノイナイとしてはあの佐々木選手の左フックをもらいたくはないでしょうね、佐々木選手ただあの左フック非常にいいです。やっぱり力みがないから、いや左それを補ってあまりあるオフェンス力、佐々木選手も密着際の左フックいいですね。左だ、ね、いいね、佐々木陣の左フック決めてくる、これだ、こういうパンチはあまり振らない方がいいので、そこにノイナイの一発はもらいたくないですね。確かに、あ、こういこいって言ってますね佐々木、効かないよと。あ、行ってしまえば TKO 負けのリスクもありますから。確かにそうですね。とにかくもらわないことは本当、多分長谷川さん、日本の歴史的にもなかなかこの門が開かないんですよね、ベルター級が。いや、そうですね、海外行けば本当に強い選手ばかりで、まさに怪物ぞろいの階級です。ノイナイは先ほど、まあこういったところも多分佐々木としてはさらに上回っていくことが世界の扉を開く。サッパー、使い方も多彩ですよね。うまいですね。右だけじゃないですよね。今のアッパーです。開始は今度アッパー、左フック、左ダブルボディ絡めだ。佐々木選手このボディブローを持ってるのもいいですね。佐々木選手とんでもないスイングです。佐々木左サッパー、左ダブル絡め、止まった止まった、いや返してくる、ノイナイ返してくる、あとちょっと佐々木ももらっています。佐々木ももらっています。危ないパンチ、危ないパンチ、佐々木ももらっているぞ。佐々木陣の魅力、うわ、カウンターの以内でやってた、全然関係なく打ってます。試合になるとね、やっぱり打ってしまいますよ、ね、かなっていう、やっぱり久々っていうのもありますし、ね、2発これだけ 100% で打つとね、やっぱりスタミナ、これにまあロングのフックも打てるようになったらって思うと怖いですよね。アッパーこの連打、やっぱうまいですね、ノイナイ、うん、いいですね、ノイナイ。ただ佐々木選手、左ともタイミング合ってますし、アッパー、いや目が離せませんね。うまい、ノイナイのアッパーで、ワン、ツー、スリー、フォー、ノイナイ、ちょっとノイナイの手数が多いんですが、下がりながら、佐々木が前にプレスかける、ボディからこのボディブローはいいですね、佐々木選手、ボディ返す、上だ、いや、ワン、ツー、ボディ、ノイナイが手数が多い、いや、ノイナイはこれが階級の壁なのか、ちょっと佐々木選手にパンチ当たっても、ダメージはそこまで与えられてない感じですよね。今回が初めてになります、城の以内。ここで詰めた時に佐々木選手左のボディーブローを見てきたですね。ボディー上、うまくリリングでかわすの以内。ただまあ佐々木選手のこういうパンチはプレッシャーにもなりますからね。迫力が凄まじいものがあります佐々木陣です。常にマックス集中力をキープしておかないといけないですかね。ノイナイはこれだけのパンチ力ある選手だと。左フック、ロープ際呼びました。逆にノイナイが左アッパーの瞬間に左フックを合わせたら面白いですよね。呼んでますね佐々木、何か狙いがあるのか。ノイナイ乗るかどうか、乗るか乗らないか。ノイナイ乗らないですね。乗らない、ノイナイ乗りませんでした。なので佐々木が今度はもう一回組み立て直しプレッシャーかけます。アッパーアッパー掘ったりして、ただただアッパーを打つだけじゃなくて身がないので、あれ佐々木はあんまもらわない方がいいんですか。どうなんですか。もらわない方がいいです。あ、そうですか。ちょっと今ガードの間割って入ってる感じがします。ちょいちょいたまにあえて左フック打つんですよね、あれで外側にも意識持って、ガード開く、始まった、始まった、追いかける左だ、左だ、カウンターノイナイ、カウンターノイナイ、左フック、佐々木打ち合いになった、打ち合いになった。ノイナイスイッチしてますね、右の手足を引いた、オーソックスになってますね。ここでスイッチ、上ノイナイ、そして今度サウスポーに戻す、試合巧者です、城野以内。今、ハートありますね、野以内。今、佐々木陣のラッシュが始まった途端、いや、行かないよと、行かないよと、野以内が、来い、お前が来いと。2ラウンドで TKO 勝ち、清水聡には6ラウンド TKO で、
勝つというこれで清水の初スローもサバタアッパーです。日本人選手に勝ってきた成功体験があるからこそこの試合でもまたやってやろうという気持ちは強いでしょうしね。左フック返す、左フック返す、追いかける、佐々木選手ただボイナイもカウンター狙ってます。ボディちょっと低いかな、うん、ちょっと低かった、ちょっと時間取ります。30秒ぐらい、佐々木選手ボディーズがいいですね。ノイナイのアッパー結構佐々木がもらってます。それも少し気になるんですが、こういう風に前前傾でプレッシャーかけてもらうんですよ。そういうもんなんですね。そうです、ジャブ、これはガードしてるんです。このアッパーです。ノイナイがあとは左アッパーを縦剣で打ってますよね。自分の手のひらを自分側に向けることもあります。ジャブ、ノイナイのこのアッパーです。左フック、左フック、一瞬止まりました。ジョーノイナイボディ、ボディ上だ、返してくる。ジョーノイナイボディ打ち合い、上に返してきたのノイナイです。うまくいなします。ノイナイこの辺りのうまさ、あのジャブも上手かったですね。また縦剣のアッパーです。この左側に集中いきますからね。今の右のリード、このフック一発、このフックがアッパーなんです。これです、必ずアッパーの前に左フックが入ります。ノイナイがあとは右フックでサイドに回るのを増やしてきてますね。ああ、なるほど、やっぱり少し正面での攻防を避けたいというのがあるでしょうね。いいですね、一瞬止まった。ジョーノイナイボディ、ボディから上だ、仕留めに来るか。少しダメージありそうですよね。ノイナイ追いかける佐々木陣、ノイナイ下がりながら手を出せ、左フック、詰める佐々木陣、詰める、狙っています。ノイナイも狙っています。佐々木選手フック系だけじゃなくてこの右のまっすぐなどもうまく使えたら面白いですね。ボディから上、ボディから上、止まった。ノイナイ逃げる、ノイナイ逃げる、返してきます。残り時間少なかった。ボディラ、佐々木陣の顔面からも出血が見えます。左フック、これは全て返す。超ノイナイ、いやノイナイ冷静にかわしてますけどダメージはありますね。ノイナイ選手を支持しております。割れました。40対36で2人が佐々木1人です、ね、味方でだいぶ変わらせるとノイナイの方が多いので、あのアッパーも含めてそうですね。なるほど、強いパンチ当てるのは佐々木選手なんですけど、でもそれこそ亀谷さん、はい、今佐々木が目指しているアメリカのリングというのはいろんな見方、日本と違う可能性ありますもんね。左の上だ、上だ、止まった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 、ノイナイも返してくる。左フックだ、右ストレート、止めた、佐々木陣、豪快なフィニッシュ。5ラウンド43秒、テクニカルノックアウトできまして、勝者3度目の防衛を果たした WBO アジアパシックウェルター級チャンピオン、そして東洋太平洋ウェルター級新チャンピオン、佐々木。